ああ、夕闇迫る東京都内某駅前商店街。天空のエスカフローネの制作裏話を語るなら、ネオンの瞬くおしゃれな店がいい。サンライズ本社ビル内、新装開店、クラブエスカフローネ。スタッフ編最終シリーズのゲストはエスカフローネの世界を知り尽くしたこのお二人。まゆみちゃん、かわいいツッコミでガンガンどんどん迫ってくださいね。ファイト。はい、ではあの作品を制作していく中で予想外に膨らんでいった部分とかってありますか？そうですね、予想外といえばそうですね、これまああちこちで話したりもしてるんですけども、はい、その少女漫画的な雰囲気と言ってたのが僕が思ってるのと、ね、その茜監督が思ってるのと、ね、あとねキャラクターデザインの結城さんが思ってたのが全然違ってたりして、だから自分の思ってる少女漫画とかけ離れた方向にどんどん膨らんでったり、その辺は非常に面白かったですね。まあ、その少女漫画っていうのも、まあ、企画が2点3点してるんで、その時のいろんな状態のバージョンがあって、で自分ではその茜監督が決まった時に、そこから茜監督が向きにシフトしたつもりだったのが、シフトしすぎたのがなんか全然予想外の解釈っていう、予想外じゃないよな、本当に正当な少女漫画の解釈でやってもらえて、だからなんだろう、そういうなんか綺麗なムードですか、雰囲気とかそういうビジュアル的にもそんなのどんどん膨らんだ感じありますよね。じゃあ茜さんは意表をつかれたところとかこうハーモニーさんから何かありますか？そうですよね、まあ、僕はこのハーモニーさんがおっしゃる、少女漫画っぽいって言われたのが自分としてはあれそうなのかなっていう、僕は普通にやってるつもりだったんで、これがお互いね、これぐらいで少女漫画だって言うかなっていう、もっと強烈なものを一番初めはイメージしてたんで、それよりもかなり落としてるはずなんですよ、それですよね。このエスカには、少女、恋愛、占い、戦いっていういろんなテーマがありますよね。そのテーマを描こうと思ったのはどうしてですか？そうですね、その、まあ、占いっていうことも、自分の中ではその占い自体っていうよりも、中でも言ってる人の思い、思いが運命を変えるかもしれない、そのかもしれない部分がちょっとやってみたかったっていうのが大きいですよね。でその、運命とか描くときに、一番身近だとすると恋愛になるだろうし、で一番派手なのはやっぱ大戦争になるだろうから、その両方をうまくクロスしていければいいんじゃないかなと思ってやってみましたよね。でその中でね、今度監督の方がやりたいところを見つけてさらに膨らましてくれたって感じだと思うんですよ。タロットを選んだ理由っていうのは狙いとかは、いろいろあるんですけどもビジュアル的に絵にしやすいっていうのが一番大きな理由はそこになるかな。そうですか、エスカでは CG が使用されてますけども、これはどうしてですか？これはちょっと技術的にはなるんですけど、もう今の日本のアニメーショントップのクラスはもうほとんど世界一なんですよ、あのアニメーターの力っていうのは、はい、で我々がやってるアニメーションっていうのは視聴者に対していかに刺激を与えていくか、より新しい映像を見せていくかっていうのが一番のあれですよね。その中でそろそろ手書きのアニメーションの表現が限界に来たんじゃないかと思うんですよ、トップクラスとしてね。だからそれにプラスアルファをかけていくっていうのには新しい技術を導入してそれを映像の中に取り込んでいくっていう方法論があるだろうと、それでコンピューターをまず使ってみたいっていうのがあったんですけどねただやってみたかったかじゃないの？どうよ今回なかなかそれはできないんですよ。そうだよね、コスト面とか時間の関係で、普通のテレビシリーズだとなかなか難しいんですけど、エスカはその辺恵まれてましたんで、プロデューサーも OK 出たんで使わせてもらったっていう
ですけど。そうね、結構あれだよね、その消えるマントとかって勝手にね設定とかで書いといてどうしてくれるだろうと思ったらコンピューター使ってくれてすごく良かったですよね。そういうなんか難しかったですけどね、まだまだ実験段階ですけど、ただ誰かが実験しないと次には繋がんないから、その辺ではある程度いったかなっていうのはありますけどね。アニメーションっていうのは、共同作業ですので、今回エスカフォーネではそのなんていうかな、スタッフの力が一人一人のスタッフの力が、面白いバランスでうまくシンクロした作品だと思うんですよね。それに関われた、自分が監督をとしてその立場に立てたっていうのが今回一番楽しかったことだと思います。ではあの二方それぞれで気になるキャラクターとか気になる好きなキャラクターそれぞれ誰ですか？どうぞ。キャラクターはみんな好きですよ、特にやっぱり一番好きなのはあのね、やっぱ男だから、一番感情移入しやすいのはバーンなんですよ、バーンはほっといても動くし、セリフも出るし、その辺は一番扱いやすかったですよね。もうバーンが純粋な少年になっていくのも監督そのものだね。だから瞳とかミラーナの方が反対に難しいですよね、やっぱり女の子読めないんですか、心が読めない。そうあのぐらいの年だから、自分が高校生だった頃、あの女の子どうだったかなっていうふうに考えながらやってたりするから難しいですよね、あの辺の年頃は。ね、難しいですよね。一筋縄じゃいかないから、人それぞれとかも大きいでしょやっぱ、そこがまた魅力的ですよね、やっぱり自分がその頃に戻ってこう作られてるんですか？あ、それはもちろん、若返りますね。あ、いいですよね。もうなんか精神年齢あんま変わんないかもしれない。あ、鴨さん変わらないかもしれない。そう、ダメだな。川森さんはどうですか？そうですね。まあでもそういうなんかな、分かる分かんないとこ抜きにしていくと、やっぱもともとやっぱり瞳とかメインで描くつもりだったんで好きだし、あと出番少なかったけどゆかりとかね好きなんですよね。あ、ゆかりちゃんがね。ね、もうちょっと出したかったなとか思ったり。あんまり出てきませんでしたけどね。ねあとね、まあ、これやり残したわけじゃないんだけども、ドライデンとかはね、男で行くとね、結構もっとやりたかったなという気のするキャラクターだったりはしますね。男らしくて素敵ですよ ね、なんかね、もうちょい話数があればできるけど、もうちょい話数があったらみんな死んでたっていうそういう感じですよね。私気になってたんですけど、ゆかりちゃんと天野先輩って、うまくいくんでしょうかね。いくんでしょうかね。まだね、高校生ですね。まあ、その先どうなるかは、ね、これから ね、演出上で特に気を使ったり注意したりしたところっていうのはどんなところですか？少年と少女の心の動きですよね。本当に難しかったのはそこなんですけど、だから今回の目標っていうのが、単純にヒロインとヒーローがいてくっつくっていうのじゃなくて、それをなんていうかノーマルな恋愛のように少し回り道をしながらこう行くって、行くのを表現したいっていうのが一番あったから、それを心の動き、それをちゃんと表現できるかっていうのが一番難しかったところですかね。いかがでしたか？ね、でもこちらね、演出はしてるのを見せてもらって楽しませてもらった立場なんで、非常に楽しく、なんか半分観客ですもんね、もうそこからは。ただあのもともとネタでその人の思いみたいに目に見えないものを扱ってるんで、あのそういうのを描くのって結構大変だったろうなと、申し訳ないなとか思いながら、やっぱり感情ドラマが一番面白いですから ね、演出としてやってて、うまくいってる時とかってあれだよね、その感情が乗り移るとかのようにさ、その目下線もただの目下線じゃなくなるっていうの、あのバーンがほとんど暴走してエスカフォーネが戦ってる時なんか危機迫るような感じとか、すごく
なんかそういうところまでね感情が通ってる気がしてよかったですよね。そうです。やってるとねどんどんセリフを削っていくんですよ。なんか反対にこうキャラクターが起き出すとこう役者さんには申し訳ないんですけど、ここは目線だけで芝居させたいとかなってくるとどん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 セリフが少なくなってるっていうのはありましたね。できないでしょう。でも少ないセリフの方が大変ですよね、うん、そうですね。少ないセリフの方が緊張します ね、 やっぱり、うん、あのごまかし聞かなくなるわけだけどさ、あの流れポンポンって言ってパじゃなくてもう一気にそこ入んなきゃいけないよね。アフレコでもよくあったでしょ、急にセリフがポンってなったらそれも緊張するんですよ。その前はもうすごく、うん、声が上ずっちゃったりとかねやったりするんで、なるほどね。さてエスカフローネの世界を作り出した中心人物でもある川森さん、あかねさんのトーク、司会の飯塚さんを圧倒する勢いで盛り上がっていますが、今回はここまで。続きは次回をお楽しみに。